院長。笠井君。日本共産党の笠井明です。冒頭に、加藤官房長官、本日は前回2019年5月17日の、第198条会での質疑以降ですね、実に6国会、2年1ヶ月756日ぶりの質疑の機会であります。この間、拉致被害者家族の有本香代子さんが恵子さんと、横田滋さんがめぐみさんと再会できずに亡くなられました。先日私も、特定失踪者家族の方々にもお会いしたんですが、いずれの方々もですね、命の炎が尽きる前に解決をと、この願いは痛切であるというふうに思います。ところが2年余りも質疑がなく、やる気があるのかと、何のために特別委員会を設置したのかと、国民から鋭く問われていると。で、さっきもありましたけど、いつも三大臣の日程が揃わないからとしてきた与党の責任とともにですね、担当大臣、官房長官の所信でもですね、拉致問題は菅内閣の最重要課題としている、政府の根本支援の問題だと言わなければいけないと思うんです。私は加藤官房長官のイニシアチブで、党委員会出席を最優先にするように、三大臣の日程を調整すべきだったんじゃないかと、その責任についてはどのようにお感じでしょうか。加藤拉致問題担当大臣。まず今私立たせていただいているのは拉致問題担当大臣として立たせていただいているということでございます。はい、でその上でですから私は担当大臣としてまさに国会においてお決めいただければですね、それに対してできる限り出席をする、こういう姿勢でこれまでも対応しているところでございます。笠井君。担当大臣としてということであれば、まさにその通りだと思う。最重要課題と、で閣僚の一人という形でやっていて、担当されているわけですから、やっぱり三大臣の日程を率先して調整してやっぱり揃えるにするというのが当然の担当大臣としての仕事だと思うんです。で、長年にわたる懸案となっている拉致問題の解決のためには、やはりあらゆる英知の結集が必要ではないかと、今日も質疑の中でさまざま出されました。担当大臣である加藤大臣にはですね、政府の取り組みについて国会の委員会質疑でチェックを受けながら与野党から知恵や提案を受けるという気はないんですか。加藤拉致問題担当大臣。まさに本日もですね、さまざま各党の委員からまたこれからも質疑が重ねられると思いますが、さまざまなご意見、ご提言も頂戴をしているところであります。大変そうしたものをしっかり受け止めながらですね、今後のですね、拉致問題しっかり当たっていきたいというふうに考えております。笠井明君。であればですね、文字通り最重要課題にふさわしく今日の委員会を皮切りにして頻繁な質疑の機会を政府与党に強く求めておきたいと思います。そこで次の問題ですが、菅首相は昨年9月に、総理就任後初の国連総会での演説で、日本の新しい総理大臣として私自身条件をつけずに金正恩委員長と会う用意があると表明をいたしました。あれから8ヶ月余りが経過したわけですが、拉致問題は解決に向けて一歩も進んでないと。加藤大臣、その理由はどこにあるのか、どう取り組むかと、その点いかがでしょうか。加藤拉致問題担当大臣。これ本当にこの先ほども申し上げましたけれども、5人の拉致被害者が帰って来られてから、もうこの間お一人の拉致被害者も帰ってこられません。またそれに向けて具体的な動きも残念ながら生まれているわけではない。我々本当にじくじたる思い、またご本人、拉致被害された方、ご家族、そして関係者が積極的に運動していただいていること、そうした方々に対しても本当に申し訳なく思っているところであります。ただこれが要するに相手のある、先ほど茂木大臣からもお話がありました、相手のあることでもあります。ですから私ども、先ほどの総理が条件をつけることなくですね、金正恩委員長とお会いするということはもう累次に申し上げてきているところでもありますし、またあらゆる機会を逃すことなくですね、この問題に取り組んでいきたいということを申し上げているところであります。引き続きそういう姿勢でですね、この一日も早いすべての拉致被害者のご帰国に向けて全力で取り組んでいきたいと考えております。笠井君。第二次安倍政権発足直後の2012年の12月28日、
安倍首相は、北朝鮮による拉致被害者家族会のメンバーとらとですね、首相官邸で向き合って、もう一度首相に就いたのも、なんとか拉致問題を解決しなければとの使命感からだと。で、必ず安倍内閣で解決すると、まあ、誓ったわけです。で、それから7年8ヶ月が経過したんですけれども、まあ、残念ながらというか、問題の解決には一歩も至らないまま、今あの大臣も言われましたけれど、そういう中で、安倍総理は辞任をされたと。で、昨年8月の辞任表明で、安倍総理は、拉致問題をこの手で解決できなかったことは痛恨の極みだと、まあ、悔しさをにじませれて言われました。そこで加藤大臣に伺いますが、あれから今日までですね、まあ、事態はさらに一向に進展していないと。で、安倍路線の継承を訴えて誕生した菅内閣として、この安倍政権による拉致問題の取り組みを、じゃあ一体どういうふうに総括をされているのかと、この点についてはいかがでしょうか。加藤大臣。まず拉致問題について北朝鮮でさまざまな形の働きかけに加えて、国際社会における連携をしっかり作り上げていくということで、関係各国に対してハイレベルでのあらゆる機会を捉え、何度も拉致問題に関する日本の立場を菅総理も説明をし、また多くの国々から支持も、また理解も得ているところでもあります。また昨年12月の国連安保理、さらには今年の3月の国連人権理事会等でもうご承知のような対応をさせていただいているところでもありますし、また4月の日米首脳会談では菅総理から拉致問題の即時解決に向けて米国に引き続きの理解と協力を求めたのに対し、バイデン大統領から拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて示されたところでもあります。そうしたそれぞれの2国間の特にハイレベルでの対応に加えて、国際社会における広報活動にも力を入れており、昨年10月には国際社会に向けたビデオメッセージ集を公表し、また12月には国際シンポジウムを開催し、またこの6月下旬にはオンライン形式で拉致問題に関する国連シンポジウムも開催する予定でありまして、こうした内外の皆さんに対する広報啓発活動を通じ、あるいは各国との連携を通じ、そして先ほど申し上げたさまざまな働きかけを行うなど、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、まあ、あらゆる面においての努力をさせていただいているところであります。笠井君。私が伺ったのは、安倍政権によるですね、まあ、本当に悔しさをにじませたということだったんですが、この問題での拉致問題での取り組みで一向に進まなかったことについての、安倍政権での取り組み、それを引き継ぐということを言われているので、その安倍政権自体の取り組みをどう総括しているのかというふうに伺ったんですが、要するになぜですね、拉致問題が解決に進まなかったのかと。安倍政権が対話のための対話は必要ないと、圧力一辺倒でずっと来たと。で、そのことがですね、この問題の解決を難しくしたんじゃないかと、この間の取り組みで言ったらですね、そのことについてはどうなのかということについて、加藤大臣、いかがですか。加藤拉致問題担当大臣。まず我が国の基本方針としては、日朝平壌宣言に基づき拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な核を清算し国交正常化を目指す、この考え方には変わりがないところでもありますし、また拉致問題の解決は我が国が主体的に取り組むことが重要であり、北朝鮮との間でもさまざまな手段を通じたやり取りを行い、拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けたあらゆる努力を行ってきているところであります。我々はあくまでもすべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現、この目的を達成していくことであり、そうした意味から何が大事かということを基本において引き続き対応していきたいというふうに考えております。笠井君。大臣の答弁では政府の方針を一貫しているということを言われた、おっしゃりたいんだと思うんですが、そういうことで一貫していると言いますけれどもですね、安倍首相は2017年9月の国連総会で、対話とは北朝鮮にとって我々を欺き時間を稼ぐため、むしろ最良の手段だったと。対話による問題解決の試みは一切ならず無に帰したと。何の生産あって我々は三度同じ過ちを繰り返そうというのかと。必要なのは対話ではなく圧力だというふうに述べて、国際社会に最大限の圧力への同調を求めたわけですよね。
で、ところが2018年3月に米朝首脳会談の開催が表明されると、安倍総理は北朝鮮の変化を評価すると追認せざるを得なくなったと。で、6月に米朝会談が実現すると、9月の国連総会では拉致問題を解決するために私も北朝鮮との相互不信の殻を破り、新たなスタートを切って金正恩委員長と直接向き合う用意があると、前提条件なしの対応を呼びかける態度に明らかにこれこう転換したんじゃないかと、そういう結果だったんじゃないんですか。加藤拉致問題担当大臣。先ほど申し上げた基本の方針、これは先ほどから申し上げた基本の方針は何ら変わるところではありません。ただ一方でもちろんこれは相手国の動向等々を踏まえながらですね、我が国の対応というのもそれに応じて具体的な対応に応じては変わっていく、これは当然のことではないんでしょうか。加西君。日朝関係の打開にはですね、対話が必要なのは当然です。で、それなのに対話のための対話は意味がないと圧力一辺倒の強硬路線に固執したのはですね、他ならぬ安倍総理だったと。で、2017年の国連総会で北朝鮮との対話は過ちと断じて、必要なのは対話ではないと圧力だと、対話の道を自ら閉ざしてしまったと。それがトランプ大統領が対話路線に踏み出すと、今度はそれに合わせて対話の道を探り始めたと。外交上情勢に応じた柔軟さは必要だとしてもですね、やはり確固とした外交戦略がやっぱり我が国になさすぎると言わなきゃいけないと思います。こうした安倍政権の路線をまともに総括もせずに無条件の対話だと言ってみたところで、菅内閣の下でもことは進まないと思わざるを得ないと。圧力一辺倒のまともな総括のないまま無条件の対話と言ってみてもことは進まないと思うんです。いちいちですね、米国の顔色を伺って対応を変えているんだけども、本来拉致問題は米国に頼らずとも、もちろん国際協調必要ですよ、だけど自分たちでできる課題だと、それぐらいの腹くくってやらないと解決しないということは言いたいと思います。そこで茂木外務大臣に伺います。第二次安倍政権の間で最も日朝が接近したのが2014年5月にストックホルムで開かれた日朝政府間協議でありました。この協議では北朝鮮が日本人拉致被害者らに関して包括的で全面的な調査を行い、生存者を発見した場合は帰国させる方向で日本側と協議すると、日本は調査開始が確認されれば北朝鮮への制裁措置を一部解除することを柱としたストックホルム合意が結ばれました。続く7月3日には政府から北朝鮮側の拉致問題に関する特別調査委員会の体制が発表されていると。そこで大臣ですね、このストックホルム合意について菅政権としてはどういう立場なんでしょうか。茂木外務大臣。2014年5月のですね、ストックホルム合意についてでありますが、それ以前までですね、拉致問題は解決済みと、してきた北朝鮮との間でですね、固く閉ざされていた、交渉の扉を開いて、北朝鮮に拉致被害者をはじめとする日本人に関する、全ての、問題を解決する意思を表明させた、この点で有意義であったと考えております。我が国としては引き続きストックホルム合意は有効である、このように考えております。一方でストックホルム合意以降ですね、北朝鮮の特別調査委員会による調査について北朝鮮から調査結果の通報というのはありませんし、また報告書も提出をされていない、このことは極めて遺憾であると思っております。拉致問題の即時解決、これにつきましては米国をはじめ国際社会から幅広い今理解を得ているところでありまして、問題は北朝鮮がストックホルム合意の履行に向けた具体的な行動を示していないことにあると考えております。我が国としては北朝鮮に対してストックホルム合意のですね、履行を求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべくあらゆる努力に傾注していく考えであります。先ほど対話と圧力の話がありました。これはどちらかだけをですね、使うというよりも、この対話と圧力をうまくですね、組み合わせながら北朝鮮のですね、前向きな行動、これを引き出していくことに極めて意味がある。
対話だけをやってですね、北朝鮮がまた核開発をする、ミサイル開発をする、そのための時間を与える、こういうための会話だったら意味がない、こういう考えは全く変わってないわけでありまして、ですから今はですね、国連決議完全に履行する、そういった姿勢をですね、国際社会にも呼びかけ、多くの国がそういう体制を取っていると私は考えております。笠井君。対話一辺倒とか圧力とかそういうふうな形でこう言うんじゃなくて、主体的外交戦略が必要だということを私は申し上げたんで、国連決議、そして制裁問題で言えば、先日も私も経済産業委員会でこの政府が提案した制裁措置のですね、継続についてはこの承認案件は賛成もして全会一致やってるわけです。問題は今の状況の中でどういう主体的なやっぱり外交戦略を持ってやるかだということは申し上げておきたいと思います。そこで茂木大臣、さらにですね、今のストックホルム合意ですが、2010年5月29日に発表されたこの合意ですけれども、冒頭で日朝平和宣言にのっとってということを明記をして、これを日朝双方で確認をしていると。当時の岸田外務大臣が同年6月13日の参議院拉致特で、そう答弁したような、そこは重要な中身だったということは確認できますよね。茂木外務大臣。我が国従来から一貫してですね、日朝平和宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指すといった考えでありまして、その方針に何ら変わりはありません。この日朝平和宣言、日朝双方の首脳の議論の結果として、日朝関係の今後の在り方を期した両首脳により署名された文書でありまして、北朝鮮側もこれを否定しているわけではないわけですね。我が国としては日朝平和宣言において確認された事項が誠実に実施されることが何より重要であると考えております。ストックホルム、合意の冒頭でですね、日朝平和宣言にのっとって沿って、このようにですね、明記しているのもこうした点を踏まえてのことでありまして、日朝双方で確認した、これは意義のあるものだと思っております。笠井君。この下で合意文書では北朝鮮側が過去北朝鮮側が拉致問題に関して傾けてきた努力を日本側が認めたことを評価し、従来の立場あるものの全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明したとあるわけです。そこで茂木大臣、さらに伺いますが、この合意を受けて北朝鮮は7月3日ですね、当時、特別調査委員会を立ち上げたと発表しました。権限として北朝鮮の最高指導機関である国防委員会から北朝鮮のすべての機関を調査することができ、必要に応じて参加関係、機関及びその他の関係者をいつでも調査に動員することのできる特別な権限が付与されると説明いたしました。その構成は国家安全保衛部、人民保安部、人民武力部、人民、政権機関、その他の機関や関係者を含む30名規模としたわけでありますが、安倍総理は当日、国家的な決断と意思決定ができる組織が前面に出て、かつてない体制ができたと評価しましたが、そういうふうに評価したというのはそうだったんですね。茂木外務大臣。そのような体制ができたということであります。ただそれが実行されていない、このことが問題なんだと思っております。笠井明君。実行されていない問題だと、ただ体制ができたということで、2010年6月17日の党委員会で私もですね、我が党として拉致問題の真相解明にとって北朝鮮の特殊機関が障害になっていることを指摘もしまして、北朝鮮側の責任者を拉致問題の全容を知り、問題解決に責任を負うことができ、その権限を持った人物とするよう繰り返し指摘してきたと述べてですね、今後の日朝交渉にあたっては特別調査委員会が北朝鮮の特殊機関の存在に左右されず、真相を追求できる力を持ったものになるように北朝鮮側に強く求めていく必要があると、要求したという経過でありました。しかし北朝鮮は2016年1月の核実験、2月の弾道ミサイル発射を受けて、日本政府が独自の北朝鮮対北朝鮮措置を実施したことに反発をして、特別調査委員会の解体を宣言したという経過だったと思います。そこで加藤大臣に伺いますが、菅内閣はですね、昨年11月6日の政府答弁書、この中でストックホルム合意について破棄する考えはないと、
合意に基づき日本人に関する、全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えであるという立場を明らかにしております。また北朝鮮との関係に、関するですね、政府の方針は、日朝平和宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し国交正常化を実現していくというふうにしております。このストックホルム合意というのは拉致問題などを解決する上で重要な前進の一歩となったもので、特別調査委員会設置の動きは問題解決への、最初の一歩として重要だったということであります。日本政府としてやはり今必要なのは北朝鮮に対してストックホルム合意の実行を強く求めるということとともに拉致被害者の帰国の実現をはじめとしてですね、日朝平和宣言で合意された諸懸案が前進するように政府としての確固とした外交戦略を持つことではないかと、まあ、経過の中でもそういうことが大事じゃないかというふうに思うんですけれども、加藤大臣いかがでしょうか。加藤拉致問題担当大臣。その外交戦略ということであれば茂木大臣からお話をいただきたいというふうに思いますが、先ほど申し上げた通り日朝平和宣言に関する基本的な方針については確固とし、また一貫としたものでありまして、日朝平和宣言において確認された事項が誠実に実施されることは何よりも重要と考えております。またストックホルム合意については先ほど茂木大臣からもありましたように包括的全面的な調査を実施していない大変遺憾な事態になっているところであります。やはり大事なことはですね、先ほどから申し上げておりますように一日も早く全ての拉致被害者の帰国を実現をしていく、まあ、そのためにですね、どういった方法が一番それに資するのか、まあ、そういった観点にしっかり立ちながらですね、あらゆる努力をしていくことだというふうに思います。田西君。今答弁ありました。私大事なのはですね、やっぱり日朝双方の行動によって拉致被害者の帰国の実現をはじめとして日朝平和宣言で合意された諸懸案が前進することだというふうに思います。そこで重ねて加藤大臣に伺います。最後になりますけれども、日本がですね、拉致問題が最優先だと言って、北朝鮮は過去の生産が最優先だと言って互いに優先順位をつけてそれを相手に認めさせようとしたら、これ交渉のテーブルにつけないということになると思うんです。どれも大事な問題ですが、優先順位をつけないで全てをテーブルの上に乗せて、いわばこうパッケージというか包括的に解決をすると、まあ、この考え方でまとめたのが日朝平和宣言で、そこには私非常に外交の知恵が働いているなと本当に今思っても振り返ってもですね、非常にこの意義を感じるわけですけれども、やはりその点では拉致問題は、まあ、日本国民にとって大変重要な問題ですけれども、そうした立場で取り組んでこそこの解決の道も開かれうるということになるんじゃないかと。つまりどれも大事な問題と懸案あるんですけれども、それを優先順位つけないで全ての、課題をテーブルの上に乗せて包括的に解決すると、この考え方で平和宣言ができていると、そういう点でのですね、取り組みというのを本当に貫いていくというのが拉致問題の解決の道も開くことになるんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。加藤拉致問題担当大臣。まず何回も答弁をして恐縮でありますが、日朝平和宣言に基づき拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し不幸な過去を清算し国交正常化を目指す、この考え方には変わりはなく、また一貫をしたところでありますが、具体的にどのように諸懸案を包括的に解決していくのかについては、まさに交渉そのものにかかるものであるというふうに思っております。拉致問題担当大臣としては、なんと先ほどから申し上げておりますように、何としても全ての拉致被害者を帰国させたい、こういう思いで対応していきたいと考えております。笠井君。拉致被害者家族、そして特定失踪者家族をはじめとして日本国民がですね、もう待てないという思いで臨んでおられる、まさに今大臣言われた一刻も早い拉致問題の解決のためにも、日本政府は日本国憲法9条の精神に立って日朝平和宣言を基礎に据えたプロセスが前進するように積極的に関与するように重ねて求めてですね、今日の質問は終わります。